eating for another. You know it's fine, I got all the days. Maybe there isn't a right way. こんにちは。今日の試合の解説には堀池拓実さんをお迎えしてお送りいたします。堀池さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速試合の方に目を移しましょう。ドラマを肌身で感じようとスタジアムには今日もたくさんのファンが観戦に訪れています。たくさん来ていますね。やはりテレビで見るのとは迫力が違いますからね。危険な位置です。緊張感が増してきます。大きくゴールから離れています。サイドチェンジです。これはスローインになります。ギブス、ソサ、マリーノ、タックルを受けています。シュートに行けるか。味方はいるか。さあどうする。ギブス、このクロスは合いません。逆にピンチとなります。オドネル、素晴らしいタックルです。攻撃ムードに水を差す形になってしまいました。このパスミスは非常に痛い。スローインに変わります。ドログバ、ミュラー、左を使いたい。強い、体をうまく使います。ボールを取った。ここでフリーキック、決まったという様子を見せてますね、堀池さん。はい、今の場面ですとこう思っているでしょうね。パスは行きません。タッチラインを割ります。オドネル、
スローインです。主審はゴールキックを指示しています。ただいまのシュートシーンです。中盤でカットされました。これはファールです。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。前方が開けていないか。ここでスローイン。シュルツサイドチェンジしました。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。ミュラー横へ展開。タッチラインを割りスローインです。競り合いになりました。ボールをダッシュ、寄せが早い。相手にボールが渡りました。このクロスは得点になりません。ファールを取りました。このボールはスローイン。ボールを運びゴールに襲いかかります。コーナーからゲームは再開です。よく止めましたね。シュートも決して悪くありませんでした。これはよく間に合いましたね。反応が素晴らしかったですよ。キーパーボールをしっかりキャッチ。ボールを失いました。激しいチャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。滑り込みましたが、しっ
っかけてしまいましたね。どう見てもファールですよ。瞬間の判断。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムを迎えましたが、両チーム得点はありませんでした。堀池さん、前半45分を振り返っていかがでしたでしょう。そうですね、悪くはなかったんですけどね。